名前はパンテーラ。反対部隊を率いる部隊長。私たちとの戦闘から逃れて、どうもその辺りのビルの屋上を転々としているようね。パンテーラの指揮する部隊も動き出しているわ。くれぐれも気をつけて。了解。ターゲットの捜索を開始します。ゴー。その高さから落ちればいくらあなたでも無事では済まないわ。落ちないように気をつけて。僕に自殺願望を見ます。スネラギの自立型爆撃マシン。ガッチさ、追いず爆撃は大撃輪を貼っていれば防げる。エネルギーの残量が。ところってターゲットはどんな能力者なんですか。かなりの実力者よ。詳細はわからないんだけど、電波系の能力を使うように。性別は。それが男だったり女だったり、その日によって違うんだった。おそらくこの幻惑の一部なんだと思うけど。よくわかりません。ワイヤー装置が見える。それを使えば向こうの建物まで渡れるかも。電気を取り込めば向こうの建物に情報ワイヤー。そこは隣接したビル同士が紙のようになっている。それを使えば上に登り込めない。ただし射出されたワイヤーを表面部に取らねえか。どうもそのあたりにターゲットしないように。ゲートモノリスは情報班より。おや、なんと愛らしい少年か。お前がパンテーラか。嬉しいね少年。私のこの美しき名前を知っていてくれたとは。愛を感じるよ。では始めようか。愛の逃避行を。心ゆくまで愛し合おうじゃないか。少年も我が愛に惑うがいい。我が愛よ。これが愛の力。我が愛とは迷うもの。私の愛を受け止めておくれ。私の愛する部下たちは少年に暴れ加えるの。時に愛は痛みを伴う。奴の愛を止まってしまったように。気をつけて GV。 我が愛よ。真好。我が愛よ。おっと、どうやら正解のルートを選んだようだね。まさに愛の勝利だ。私の部下たちに心を入れるまで愛し合ってほしい。どうだ、この溢れんばかりの愛は。愛はまさに愛の糸。落ちないように気をつけたまえ。これが愛の落とし穴に。君は落ちた。さあ、私の愛する部下たち。少年に愛の気分。甘い。あ？
少赚一个哎，这有点能搞的难度啊。私の愛は天地をも覆える無限の愛だ。これぞ愛絶技。これが使われているわ。ふざけたやつだけど我が愛よ。ちょっと酔ってきそう。なんならモニターを切っても構いませんよ。サポートくらい最後までやり遂げるわ。うん、この先で待っている。怎么又到了这里？いるか？召されよ化け物、神の身元へ。バカだ、私の愛がこんなところで。しかし、この痛みは。从整个游戏到结束，从没打过的 BOSS。この死すら愛おしい。硬体什么时候出个 DLC， 让我们打一下潘德拉。DNA サンプル、有効に使わせてもらう。是谁？ダンボルト。味方なのか。くだ。スメラギもフェザーも能力者どもは全て俺の敵だ。クロン、貴様もな。アームドブルーク。危ない、罪よ。罪と言ったのか。決戦人の世に浴びてる人ならざる人外まで、アーチが続く。セブンスモンス貴様から存在そのものだ。人の世に対する冒涜であり罪だ。俺が裁きを下す。奪い取れグリンドスナッチャー。化け物どもは俺が根絶やしにしてくれる。メッセージ化け物の力を使ってでも。宿命は歪んでいる。奪い取れグリンドスナッチャーが加熱する。飛ばしてアームドブルー。来だ、ライトを飛ばして。貴様のスペックはハートじゃ。 BGM 負け犬。データとしては十分だ。一時離脱させてもらう。お前は何者だ。お前は何者だ。アキラ。何者だ。アキュラ。刻んでおけ。貴様ら化け物どもを神に代わって断罪する。人間の名を。後空翻。你也在玩 Uprising。 SS